ね、奄美料理、郷土料理をもうたらふく食べれるんで、マジで美味しい。焼酎がこういった感じで、このこれがご飯の写真どんどん僕撮っていきます、はい、種類がいっぱいあります。で、結構こういう感じですぐ起動できるように、なんかインカメラ、よし、OK、こんな感じです。結構美味しいよ、多分。家の缶ビール何派？淡麗。マジで？俺あれやわ、札幌の黒ラベルやわ。ああ。ビールは、俺まとめ買いしてるから買わへん。誰と？家とかも、何や誰と？家もずっと俺まとめ買いやそんな。好きやん。え？好き。何それ？好き。早くもう、どこが好き？もうえ？なんでいきなりこの話やん。あ、音もええな。うまい。北八やった。北八やな。うまい。喜ぶに大いに、数字の8です。ちょっと待ってな。そういや。そういや。あら。僕です。誰かと思った。はい。ご無沙汰してます。はい、どうぞ。トビンニャ、島田市長、生姜の佃煮。この回何でしたっけ、名前。トビンニャ。トビンニャ。トビンニャ。はい。なんだ俺松本さんにゃらっきょカメラ、はい、食べよます。とりあえずね、今まだ俺3枚ぐらいしか撮ってない。じゃあ松ちゃん本田食べてみて。トビンニャ、あ、さっきさっき、うん、そう、さっき女性陣、うん、あの食べたことない人たちいいんですか。トビンニャ、うん、食べてみて。トビンニャいただきます。ここでと、前にしただけ、トビンニャを前に、こうカメラの前にグッと持っていってあげて。じゃじゃじゃ、ギュッと。うんうん、いいねいいねいいね。これトビンニャ。いけた。すごい。いけた。食べてみて。トビンニャ。めっちゃ出てきた。じゃあ、僕もいただきまーす。え、これ何ニャやった？トビンニャ。うん。うん。手品ニャ。あ、美味しい。うんうん。硬い。うん、硬い部分ね、うんうん、あ、美味しい、美味しい、うん、美味しい、これはめっちゃうまい。これしまっとこう。いいね、いい感じね。しまらっきょ、あ、生姜や、しまらっきょ、この生姜が美味しい、美味しい、美味しい、生姜めっちゃ美味しい、うん、カツオと、うん、ごま油、うまっ、あー美味しいわ、美味しいね、美味しい、もう美味しい、生姜のカプレーゼです。ちゃうな、だってこの量食うことないもんな、うん、うん、こんな辛ないもんなん、こんな量で。あれちゃん、炒めてだいぶ辛み引くんじゃん。あれ生やから辛いけど、じゃこっちの生姜なんじゃん、うん、そうなのかな、聞いてみようか、うん、ウィキペディアに、ウィキペディア、おかみさんに聞いたほうがおかみさん、おかみさんちゃろ、あのおかみさんだよ、うん、おかみさん、はい、失礼します。はい、冬瓜と青さのスープです。はい、うん、わび生姜なんでこんな辛みがないですか、生姜辛みがない、うん、あの辛くない、入りにしてるからですね。ああ、やっぱ炒めたね。うん、ちょっと火を通してます。うーん、これ青砂糖こぼれそう。ああ、優しい、優しい味です、これは。お吸い物というか、うん、あ、美味しい、お出汁、美味しい、美味しいな。冬瓜めちゃくちゃ柔らかい、冬瓜やな。ああ、美味しい、
俺カメラで見たらめっちゃ顔ブスやな。そやで。カメラで見たらそやで。生の方がやばいで。自信しないわ。触れてるとこ取られてるとき緊張するやつ、うん、会話が弾まへん。いや、弾まへんっていうか、綺麗に食べなきゃね。しかも、どんなに汚い空間してんねん。行ってみます。ちょっといただきます。おたこいただこう。おたこぷーいただきます。え、めっちゃおいしい。これなんかすり込んで、うまい。うまっ。え、おいしい。めちゃくちゃおいしい、うん。インカメいけた？いけたよ。いけたわよ。うまい。もうしばらく俺ら映ることはないな、うん。いや、そんなことはないっすよ。来た来た。写真撮りたい。おいしいです。これ撮ってくれた写真。うん、撮った。全部全部撮ってる。久しぶりにインスタントカメ。うわ。一旦、あれな。不安な、なんかこうテンション上がっていけんの。黙ってまうな、なんか美味しすぎて、うん、美味しすぎて黙ってまうな。黙ってまう、美味しすぎて。うん、え、島らっきょうが最強。いでらっきょう、いでらっきょう。いやいや、ランナーとして最強。芸能界最強ランナー。あ、そうなん、いでらっきょうって、うん、あれやん、カール君とめっちゃやってたやん。ああ。うまい。エッチなお坊さんって言葉にしたら恥ずかしいから言うてみて。エッチなお坊さん恥ずかしくない？なんかなんで俺こんなこと言ってんねやと思わへん。煩悩対、うん、なんかむちゃくちゃやん。むちゃくちゃやな。でもエッチなお坊ってことは、キムチ大福は、キムチ大福ってめちゃめちゃない？気持ち悪いな。気持ち悪いよ、うん、そういうのもう探っていけた。エッチなお坊さんとか。あ、なるほどね。うん、処女塾女とか。いや、もうどっち、やばい。やとしたらもう終わりや。終わりや。やばい四文字塾が。もう終わりや。処女塾を。じゃあ、処女塾女。処女塾女。気になる。おいしいね。ここいいな、やっぱり。もうな、胃が優しい。胃に優しい。間違ったね。胃が優しい、ね。胃に優しい。すごく優しい。チキンだね。うわ、これ焼酎めっちゃ合うわ。何から始めたらいい？あ、そこね。うん。でも、ジョーゴとか、まあ、でも、ベタにさ、里のあけぼのから、うん、これの、はなはなハイボールっていう、うん、こっちとかは、結構いいよ。はなはなハイボール、あの、あけぼののソーダ割り、へぇ、これはちょっと、今からあれですね、うん、飲みやすい。うん、しょっちゅうあんま飲まんからな。ソーダ割り美味しい。うん、飲むな。あれやろ、角ハイ飲みたいんやろ、普通に。ちゃうちゃう、ちゃうちゃうよ。あ、でも、せっかくやからな。そう、飲む、ちゃんとその一日なんだもん、飲むよ。飲めねえ、飲まねえ。飲めねえよ。バナナチューハイも確かに飲んでんの。ふわきやん。飲んでんの見たことない。ふわきの得意技や。ふわきバナナチューハイ飲む、うん、え、いつも飲んでない。へー、バナナチューハイあんの？天国で飲んでんの。天国で。バナナチューハイっていつも似てるわ。こんな、こんな感じ。こう上目使い。これ放送されるホワキ傷つくんじゃん。上目遣いとか言うと。かわいいから。うん、いいの。かわいい。すべてを許すわ。かわいいから。でも嬉しいんじゃん、ホワキここで喋ってくれた方が、まあ。一緒に旅行行ってる気、行ってる気。いや、それはない。それは無理。それは無理。宮崎行った時も、これホワキ好きそうなやつちゃうとずっとホワキって名前がある。ホワキそない可愛げがってた。言ってたな。てか、もうお汁飲んだ、うん、いや、もう冷めんの嫌やったんですよ。ゆっくり食べ、ゆっくり食べて楽しめ、この時間を。んな、ゆっく
松本、楽しめ、楽しむんじゃ。なんで津川雅彦しかも徳川家康やって役やってる時の津川松本や、楽しむんじゃ。松本や、楽しむんじゃ。あー、EDM 聞きたい。天と地の奄美大島でちゃんと謝れ、お前。ごめんなさいって言えよ。じゃあ、ほんまにちゃんと謝れ、ほんまちゃんと謝れよ。じゃあ、ごめん、すまん、ほんまごめん。いや、反対やって、手反対や、ちゃんと謝れって。これ2回目受けへんじゃん。ふざけんなよ、ちゃんと謝れ、ちゃんと謝れ。ほんまに、ごめん。反対や、前にかがむねん、だいたい謝るときは。ちゃんと謝れや、お前。もうもはやないやそれ。もはやどこの国やそれ。どこの国の謝り方や。ナマステー。ねえ、なおもんな。おもんな。それカメラもなんか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 あれな。ちゃうアプリなの。めっちゃこれ用のアプリいるのか。豚みたいな湯がくやつ、塩豚ね、郷土料理の塩豚、全部入れといたらいいそう。またこれ美味しい、うまっ、うまっ、おっ、ハオチめっちゃハオチゆだれ出た、うまっ、うまっ、飲めるな、飲めよ、ワン塩豚、ワンショット飲めるわ、うん、あ、うまい。あ、豚肉、美味しい、めっちゃ美味しい。ほんまに塩で全部ろ。うまい、けど濃いこれ。おぼ、良いこれ。おぼ、良いこれ。おぼ、良いそう。これ、お野菜と食べたら絶対美味しいですよ。何お野菜。あ、お野菜と合う。これ、いいのが美味しいですよ。うまい。やっぱこういうところのお野菜ってやっぱ美味しい。何やお野菜。でもやっぱこういうところのお野菜美味しい。何やお野菜だから。いちいちお野菜って。でもこれやっぱ大阪にはないお野菜だからな。何やお野菜だから。なんかこのお野菜多い。いやお野菜やめてくれ。このおちんげん菜。おちんげん菜。おしもろだよね。新しいのできたいな、これ今回で構築されてきたのどっかで何かギャグができるから一度一ギャグやから熱い、うん、熱いよ熱いよ気ぃつけや気ぃつけやじゃあホクホクほらホクホクや飲みやちゃんと、うん、キャロットうまっいいよ福島キャロットうまアイランドキャロット言えよ福島キャロット雰囲気全然あれやっぱ味ちゃうな人参はおまみの人参大丈夫、うん、色のうせえ人参じゃあこの人参アイランドキャロット最後久しぶりみたいなそれじゃあ人参いただきますちょっと最高だ最高最高して最高いやカメラにやるやんめっちゃ被ってるどいたもんなまだ残ったもうこんな状態なんか飛んであかっちゃうあかっしまけろとしまけろしまめてよそうなんだしまめてよめちゃ OK 見よう見せろか、うんうん、人参首熱っ何でえ？いや、こえ、こうやろ。え、そうなの？こうじゃない。抹茶つけてみて。これ何の芋？これ？うん。どんな、え、甘い？甘い。甘いも絶対いや、も。ちょっと半分。甘みも。やけくそやな。ワイワイパンパン。いやそれもねあのここら辺多分カットやな。カットするかどうか俺がやからな編集するの。止めた。やったなそれ前回。誰だろ。誰だろ。
やったやった。いや、こういうなんてしないの。いやいや、巻き払えた。巻き払えたんそれ。歯ガタガタ。歯ガタガタ。マッキーやったよ。てか前の奄美でも星しきゅうに一つだけ前1個出た何を言えるのならもう絶対採用するやろそれ止めて止めてこちら、郷土料理の油そうめんでございますと、はい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 、最悪って言うけど一番自分言ってんな。何が有形のギャグどういうこと言ったらあかんでもこれ使うから油そうめんこうって美味しいねってことです。明日の日やだどんだけよう恥ずかしくなくできんなそんなえなリュウグ飲んでちょっとあっちちょっとリュウグ癖あんのよちょっと小指やだ刺激的刺激的刺激的ここになんかついてるわうわ、世界終わる、どうしよう何やそれ自動的自動的自動的うまいわ、創作うわ、うまそう、食べようがいっぱいあって、美味しいな美味しい見た目が美味しいなで、こんだけ一気に郷土料理食べることないもんな、ええ、ワニくん、ええ、ワニくん、ええ、ワニくん更新されたい何顔、うん、あんたの顔がやろ、うん、アンパンマンみたいアンパンマンみたいじゃん食べたろか食べたろか食べてもらおうかな食べたろかアンパンマン頭とあそこが濡れて力が出ないやいやこれは美味しそう。締めの錦糸卵のおにぎりとこちらがスリンということできびなごのお酢漬け。これは最後締めに美味しいんちゃいますか。じゃあきびなごのお酢漬け、この食感名前がうまいな。おいしい美味しい美味しいな美味しい。これが錦糸卵のおにぎり。あ、うまい。おかか入ってる中に。マンゴー。これはパパイヤの。パパイヤの。パパイヤ。酢漬け。漬物。あ、うま。あ、うまい。そんなめっちゃフルーツフルーツしてない。なんか。奈良漬けっぽい味、うん、まあ、せやな、あ、古漬けでえ米合うな、これ行きます、みんな、お持ちになってありがとう行きます時に愛は二人を探してる乾杯乾杯乾杯響くねこれ終わりでいいのDon't miss it.